はい。もう撮ってるんですか？もう撮ってるよ。お疲れ、アタックくん。しんどいっす。はい。今回はね、ちょっといろいろごちゃごちゃしてまして、はい。これがオープニングになるんですけど、はい。このオープニングを撮ってるのは、今回ちょっとインタビュー会ということで。あ、なるほど。はい。そのインタビューが終わってからのオープニングっていう、時間の時空が乱れてる感じです。はい。アタックくん死んでるやん。やばいっす。どうしたん？疲れ出す。おしゃれないですか。美人な、でも、上司の家で忘年会やったんやろ。家じゃないですけどね。あ、そうなの。どうやった、はい、おっぱいどうやった見えなかった。あ、見れんかおっぱいはな何を言わすんですか。そんなことじゃないですよ。おっぱいは見れんよなこれ普通に撮るやん。はい、というわけでね、今回はトリックプレイさんですよ。はい。はい、トリックプレイさんで、はい、いろいろ録音させていただいてですね。はい。はい。家じゃないですけど。まあまあ、今、時間が何時ですか今1時ぐらいです。1時ぐらいですね、はい。で、今から看板をやろうとしてるところですよ。はい。死にそう。できるんかっていう話なんですけどね。はい。はい、まあまあね、今回は、はい、はい、インタビューなんですけども、はい、超絶ビッグです。はい。はい、北条棟梁先生と、はい、また、一緒に、ボードゲームを出させて、また大阪ゲームマーケットで、はい、一緒に出店、する、青木の子ゲームズさん。はい。ですね。わあ、すごい。すごいですよ。はい。どっちもね、トリックプレイの、常連なんですよ。しかも、今回、今はいないんですけど、はい。アタックマンの代わりに、はい。トリックプレイの店長さんが、はい。アタックの代わりに、サブパーソナリティを務めてくれるっていう。ありがとうございます。半分もレギュラーなんでね。はい。そうですね。今、8回でしたっけ、これで。え？これで8回でしたっけ？ 8回のうち3回出てますからね。すごい打率ですよ。打率やばいです、ね。3回でしたっけ？ 2 回でしたっけ？もう結構出てます。わかんねえ、わかんねえ、もうわかんねえ、いや気持ち悪っ。いや、もうほんまテンションおかしいんで、はい、気にしないでくださいね。まあまあ、はい、はい、とりあえずオープニングはこんなところで。はい、まあまあ、最初は、北条棟梁先生の、インタビューなんですけど、はい、むちゃくちゃ P 入ってると思います。むちゃくちゃじゃないかな。でも P はちょっと入ると思うんで。そう、 P を言えるのは俺の仕事ですけどね。うん、ちょっと頑張ってください。ほんまエッジ聞いた人なんで。いや、でもね、ああいう人がいないと、はい、やっぱりね、うん。で、後半は、青木の子さん。はい。の、インタビューになります、はい。今回初めてなんですけども、さっきちょっとゲームさせてもらって、すごい面白かったんで。ああ、はい、僕もね、何回かテストプレイはやったことあるんですけど。で、実際ちょっと委託という形、豚子余計で委託という感じには。ああ、ちょっとなんか申し込みを忘れたんで、ちょっと聞きましたが、うん。それは本編の方でまた、ちょこちょこっと話は出てくるんで、ね、はい、はい。まあまあ、はい、いろんな話が聞けると思います。では、オープニング。あ、言ってなかった。あ、豚小屋の酢豚です。アタックほら甘いんじゃねえよ、お前甘いんじゃないよ豚小屋のアタックです。はい、アタックです。はい。じゃあ、オープニングの、あれ、行くか。行くかちょっと10秒、ください。なんで ?10 秒ください。何の10秒よ、それ。はい、1、うん、2。いや、もうこの間何すんのよ。俺さ、テンポが悪いの一番嫌いやで、ね。8、9、10。はい。はい。豚の鳴き声っていうのを車で撮ってるっていうね、よく考えたら気持ち悪いですよね。しっぽうけんしっぽうけんわーい。わーい。聞いてね。はい。というわけで、まあ今回のオープニングは飛ばしてですね、はい、オープニングは後で撮ります。なるほど。で、まあ今日はですね、トリックプレイさんに来てまして、はい、まあ、準レギュラーの、はい、どうぞ、シーカーさん。トリックプレイ店長のシーカーと言います。よろしくお願いします。梅井店長なんですけど、はい、はい、今回はね、トリックプレイさんに、結構いろんなゲーム作りはる人が、結構な人数今日来てはるんですよね。それこそゲームマーケットが、ね、まだ3月にあるんですけど、まあ僕を含めて1、2、3、4人、なんかここでゲームしてるっていうことで、まあまあ急遽というかまあやりますよと言ってたんですけど、はい、はい、はい、いろいろインタビューとかしていこうかなということで、はい、まあまあ、この方が一番最初に。そうですね、もうこの方は、関西で同時ゲームといえばこの方は除かれてもう、そうですよ。語ることいやもう関東でも割と、何が要素ありますか、さっきも出てましたけど、関西の国ツイヤですからね。めっちゃハードル上がってる。多作ぶりとリメイクぶりが。リメイク、いや、まあ、リメイクはね、リメイクはもう言われたらしょうがないなって。
はい。というわけで、まあ、名前を出していないので、まあ、自己紹介の方をな、よろしくお願いします。はい。どうも、北条棟梁です。よろしくお願いします。はい、北条棟梁先生です。もう、大先生ですよ。ね、先生、先生と言われるほどのバカではないですか。いやいやいや、もう本当に。で、代表作といえば、最近、流行りの、エイジオブクラフトのメインは、もう言ったら、北条先生が作り張ったんですよ。僕もラジオで何回か言ってるんですけど、僕何回か言ってるんですけど、僕拡大再生産がめっちゃ好きなんですよ。ほんでもあれってもうほんまに拡大再生産って感じがするじゃないですか。もう台数は増えるし。でもうちの店であのラジオ聞いてエージョンクラウド会員たって言ってたの。マジっすか。ありがたい話で。いえいえいえ。ほんで僕あれでもすごい、まあもともとそういうね、あの時事ネタのあのゲームいっぱいあるじゃないですか。最初は僕それのイメージだったんですけど、エイジオブクラフトが出てからもうエイジオブクラフトやなっていうので、はい、まあ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 ね、まあいろいろ聞きたいところあるんですけど、まあ順番に、はい、聞いていきたいと思います。はい。一応所属というか、そうですね、だから今自分で持ってるのは、ゲーム工房ルーザードックスという、はい、うんうん、一応サークルの、はい、代表兼雑用係、はいはい、それは一人しかいないんじゃないですか。そういうの言うちゃう。まあ置いといてね。置いといてね。まあ、あんまりね、自慢できるもんじゃないですかね。はい。まあ、はい、そこです、うん、はい。代表兼雑用係、はいはい。で、チキンダイスゲームズさんは、なんか、だから一応、だからその名前だけ、そこ載せさせていただいて、というか、まあ、はい。ちょこちょこっと、はい。まあ、作業に参加してさせてもらったり、はい。僕の感触では、実メインデザイナー。いやあそこはだから一応関西のゲームデザイナー の集合体というか、はい、共同でやってるという、はい、なんか代表作がほとんど北条さんのデザインの決勝ですよ。でも代表作というぐらいですね、まあ、ホームページの方もあるんですけど、僕もちょっと前見させていただいたんですけども、作ったゲームの数が半端ないんですよ。ずらーっとあってですね、本当にもう今やもう手に入れられないものいっぱいあるんですけれども、ね、頼んでもね、ほんまに多いんですよ。いやいや、まあまあ今ちょっとね、チキンダイスの方で生産間に合ってなかったから、ね、材料がね、今入手なんやったりするしね。で、いつから作ってはるんですか、そのボードゲームを。しゃがら、一応今、ホームページ上げてる分では、一番最初は2002年やったかな、2002年から、うん、はい。10年とかじゃないですか。12年ですよ。絵と一周してるじゃないですか。そうですね。初めて絵作って、た時ってなんで作ろうって思ったんですか。その時ってまだゲームマーケットも言うたらそんなにわーってやってない。もともとね TRPG やってたんですよ。あ、そうなんですか、はい、へー。じゃあ、まあ、自作システム TRPG をまあ一個作ってこけて、うんうんうん、まあ、それも言うたらなんかコミケ的なところで、まあそうね、出しはったってことですよね、はい、まあまあ、まあ、こけた後、まあ、ボードゲーム、まあ、ボードゲームを一応、自家手術してみようかということで、初めて作った時のボードゲームって、まあ、なんていうやつですか。だから、とりあえず一番最初置いておいて、もう一つは、小泉純一郎が北朝鮮訪問したという、はい、という事件がありましたので、はい、その時にちょうどラチッタっていう、イタリアの、はい、イタリアを舞台にしたゲーム、はい、ボードゲームがありましたので、人口を増やして、はい、食料が減ると、住民が逃げていくと、はい、そのまんまやんということで、はい、ラジッタ北朝鮮版を。もう、その時から尖ってたんですね。いや、俺、時代があって、時代的に俺だけなんか取り残された印象やけど、昔のそのコミケとかみんなそうやったから。ああ、なるほど。みんなもうそういう感じのちょっと。今のそのボードゲームがちょっと格好つけすぎ。あ、もっと泥水すすれと。そう。もっと草の根でいようやって。うん、そうですよね。もっとパンクでいようぜっていうことですね。そのラブレターでその、世界進出とかそんなんやめようや。ええやん、もうちょっと。どっちかって。エッジ効いてるな、これたまらんな。俺置いてかないでくれよ。なんでみんな世界に行くんだよって。ね、もう今もトリックプレイさんにもありますけど、サンゴ無双とかもネーミング最高やなっていう。ロゴもね、
ちゃんと三国無双っぽくしてましてって、もう、まあ、もうサムラ後ろも僕持ってますけど、あれいいっすよ。ね、出したら絶対受けるんで。やっぱああいうね、まあ、やっぱり。尊敬短いけどね。いや、でもやっぱりね、同人は、やっぱ同人だからできるっていうのもありますし、やっぱ素晴らしいですよね。全部一つ一つちゃんとゲームとしての形も保りつつ、ゲームとしても面白いんで、それがすごい、安い。安いんですよ。で、バンバン出るんで、はい。もう本当に、僕本当に同人始めようと思った一つのきっかけとしては、やっぱり、東梁さんの影響も絶対あるんですよ。本当に。なんか結構そういうの多いよ。これぐらいやったら俺でも作れるもんじゃないな、やっぱし。うん、いやいや、でも、まあ、身近に言ってくれはると、まあ言うたら、もう初めて作ろうって思う前なんかは、やっぱ名刺カードの存在も知りませんでしたし、あ、こうやって作るんやっていう入り口として、でも実際作ってみたらむちゃくちゃ難しいんですけど、いろんなもんいるし。なんですけど、やっぱり一つの、その、ね、関わりというか、きっかけとしては、すごい、多大な影響を未だに関西で、そうですか。与え続けるという。はい。で、最近は、記憶に新しいんですけれども、関西ゲームトーク、ボリューム2、行かれた方も、ちょっと結構多いと思うんですけども、まあ、炭酸ファブリックさんが、多分間違ってたらごめんなさいなんですけど、主催で、出たということで、僕はちょっと行きたかったんです。僕も行きたかったですから。仕事がなかったら行きたかった。いや普通仕事やったんで、土曜日やったんですよ、確か。そう、土曜日です。僕も普通仕事ですわ。ここの店を開けていい。こんなね、もう素人に毛の生えたやつ出して、お金取ろうって結構高かったんですよ、あれ、入場料。ね、2000円ぐらい。1500円プラスワンドリンク。それやったら行きますよ。いや、もうね、しかもなんか端っこの方で、なんか一人ツッコミ屋かなんか やらせると思ったら、なんか真ん中にドデーンって。いや、キングですから。いや、そうですよ。東の河内政治、西の北条取る。いや。今日はよいしょしますよ。やめてくれよ。ちなみにこれ出た経緯っていうのは誰からお声かかったんですか。誰からっていうかどういう経緯で。炭酸さんからね、チキンライスから一人出してくれ言ってね。へえ。うん、なんか声がかかったです。チキンライスから生贄を一人出せる。ほんま。行くつもり。いや。でもしかし。うん。向こうから多分やめてくれっていう。いや、言われたかどうか知らんけど、とにかく俺も街が回ってきて、うん、これ流してるからいや、いいかも、もうエッジ聞いてるんでね、やめろよ、そこはエッジ聞いてるピーって言うてもらうのよ、そうね、それはもう編集全部アタックに任してるんで、あごわれに任してるんで、そこは言うときます、ピーって言うときます、この辺はなんか、適当に昇竜拳みたいな、あれ入れとくんで、はい、まあまあね、まあ、そういうことで、どうでしたか、ゲームトーク。そういうトークに、そういう、こういう場に出たんて初めてなんですか。そうですね、はい、ほとんどないでしょ、もう呼ばへんでしょ、普通。いや、でも、ねえ、やっぱ、こう、10年間作ってきて、まあまあ、結構有名になって、あれなんで、ちなみにあと何分ぐらいで。いや、まあ大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか、はい、まあまあ。え、何の話だったっけスコンテンツだけど、あんまりすみません。ちょっといろいろあったんで、はい。まあまあね、経緯と、まあどんな内容、まあざっくりでいいんですけど、まあ行かれた方がね、もう言うたら聞いてるんですけど、まあまあ。どうですかね、だから、なんか話してくれとか言われたんですか。1回目がね、なんかボードゲームなら何でもやったから、かなりテーマが散漫で、なんか話しづらかったらしいんで、今回はだからその、ゲーム作りに興味がある人、うん、ゲームデザイナーということ、くくりで、そのゲーム作りにその役立つことを話そうよとか、まあ、一個作るのはどれだけあるかなとか。ああ、なんか、原価の話が出たとか、結構。どの同時ゲームが面白くないとか、そういう話を。なんか、しようと思ったけどね、ええ、うん、なんか、微妙に剥がすかった。いや、なんか、そんなね、一個作って、なんか、終わったとか、聞けたらないやろ。怖っ。もう、金払ってんならもうちょっと笑える話聞きたいやろ。いや、同人では賞味しゃあないですよ、ほんまに。作っと見からしてもらえ。もう、ほんとにね。でも会社が出すんやったら、言うたら、いろんな人がバーって見るじゃないですか。結局、同人ってゴーサイン出すの自分なんで、そうね、自分がおもろいって思ったら出すんで、そら、そういうのもなりますよ。でも、そうならん、そう埋もれないようにも、僕も頑張りますけど、もう陰で何言われてるか分かんないですよ。戦々恐々ですよ。売れたらシーラないっていう。いや、でもちゃんと頑張って、作ってますよ。頑張ってね。俺ももう今年で出しすぎてね。あ、言ってましたね。今年で何個出しました。いや、だから数えてみたら11もあった。うわ
月1ペースですよ。そう、月1ペース。月間補助と。年に1回まとめたやつ出したいんじゃないですか。ああ、一冊ね。そう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 。投了、投了ボックスみたいな。いいでしょ。2010年。絶対売れますね。いや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 。あのね、まあまあ。もう出したくもないわ。いや、ワンパックにして。チキン投げと投げるゲームとかさ。あれ、俺やってないです、あのチキンナゲット。ナゲットの投げる、あの投げる。そうそう。秋葉総選挙とかあるじゃないですか。AKB 総選挙。AKB 総選挙。あの、ちなみにこれ、ラジオやとわかんないですけど、層はあの、ノコギリの層なんで、危ないな、これ。これもほんまいや、だから出すべきじゃないやろ、いやいやいやこんな、こんな汚れ出さんでもやろ。豚小屋は、あの、エッジの効いたラジオを目指してるんで。そうか。はい。やっぱね、ラジオも結構、いろんなポッドキャストさんがいて、結構みんな、あの、しっかりして、ね、ちゃんとしてるんで、もう豚小屋でしかできないことをやろうと。もうやっぱりそこはもう ね、泥水すするしかないぞ、ね。そうですか。はい。もうガンガンピー入れるんで。タコ君の作業量が増えるだけなんで、もう実名ガンガン出してくれてる。大丈夫かな、うん、まあいいや。知らない。関西で一番面白くない同人芸デザイナーとか名前出すと出てくるんですよ。ここで出してもね。もうちょっとお金取るところだったんですけど、まあまあね、ここはもうノーマネなんで、もう実際また聞きたい人はまたボリューム3やるかもしれないんで、ゲームトーク、その時にね、そうやね、もう周りのスタッフ全員顔面そわってしまって、俺はめっちゃ言って、めっちゃ笑ってますけど、もうそれは周りのスタッフ、気が気じゃないですよ、なんちゅうことを言ってくれるやと。まあまあ、ということでね、まあ、トリックプレイさんでよく、僕は北条棟梁さんとよくお会いしてですね、アクワイアとかも一緒に売っていただいたりとか、はい、初めてのアクワイア、はい、棟梁さんやったんで、北条さんが忙しかったという。そうです、そうそうそう、はい、あ、でも面白いですね、やっぱり。で、まあまあ、トリックプレイさんとの関係といいますか、いつ頃から来てはるんですかね。いや、トリックプレイに来たのは、だから、開店、あんまりね、だから神戸、まあ、用事ないですもんね。まあ、来ないからね。だから、たまにその仕事の帰りに来たり、まあ、はい、そんな感じで。いや、だから今日は、だから月1で、その、17時間通常料金で遊ばせてくれるってありがたい日なんで、うんうん。ありがたい日ですよね、17時間限界、はい。この辺に住んでるやつはみんな来たらいいよ。そして金落としていけばいい。そういうことですよね。ね。うん、そうです。じゃないとね。はい、というわけで、はい、来させていただきます、うん。はい。まあ、そうそう。だから僕も17時間の時に、もう姫路からのこのこやってくるんで、そのタイミングで、よくお会いさせていただいて、買わせていただきます。買わせていただきますっていう。ありがとうございます。直接インストしていただけるんで、すごい楽なんです。ありがとうございます。マニュアルあんまり読みやすくないし。もう普通に、聞いた方が早いんで、ボコハラムとかあの辺もやっていただいて、帰る直前。正直なところ、大田さんのゲームもマニュアル読んだことないです。確実に印象してもらってるから、ね、本人いますしね、ええ、確実に印象してもらってるから読んだことないです、一回、うん、あとテストプレイもね、やらせていただけるんで、ね、面白いんですよね、はい、ステステレルローマにお世話になりました。大変お世話になりました。大変そうだったらしいですね。大体その同人ゲームって何回ぐらい手直ししてリリースしはるんですか。まず、まあ、大体こんな感じのを作ろうって作るじゃないですか。ネタが出てからね、1週間ぐらいで発売しなければならないこともあるので、その時はテストプレイほとんどしません。すげえな、すげえな。それは。ちなみに今回の GM 秋は、の新作はあと、北条棟梁の解散万歳だったので。ああ、やりましたね、はい、あれは水曜日に解散するかもって言って、日曜日にもう出てたので、日曜日が本番だったんで、はい、もうテストプレイできませんでした。放っていただいた方、まともとに申し上げます。この場からでお詫び申し上げます。できなかった。あれ、ちなみにどういうゲームなんですか。僕、結局手に入れられなくて、あれ。ああ、もう、だから何や。まあ、総理が決まるんだけど、うんうん、総理のところにその事件が来る、うん、この問題解決しなければならない、例えば、うん、その財政問題があって、うん、増税しなければならない、うん、でそれを総理が、じゃあやりますと言ったら総理続投できるんだけど、うん、先送りしますと言ったら、うん、その国民の信を取る前に解散しなければならない、うんうん、で、まあ、解散すると議長が全員を切り刺して少々読み上げて憲法第7条に衆議院を解散する言ってみんなで万歳した後また総理を決めたんですけど、まあ、それだけのね、ただ万歳ができるというだけのなかなかできませんからね、万歳。いや、棟梁さんいつはもう
ほんまちょっとレギュラーで出てほしいレベルなんですけど。いや、いいなぁ、すげぇな、エッチ聞いてるなぁ。いやいや、もう本当に最高ですよ。褒められてるの、検査でもよう。いやいやいや、もう、やっぱりこういう人材、今いないんですよ。やっぱり、いろんなラジオとかで、いろいろインタビューとか。ようさん、ほんと思うよ。あるじゃないですか。ボードゲーム界におらんだけで。いや、まあまあ、ボードゲーム界にですよ。そう、いないです、いないです。やっぱり、ね、どこでももう結構小切れにまとまってるんで、これだけね。シーカーさん、酒飲ませたらもうちょっと面白い感じ聞きなんちゃう。いや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 、僕は基本的に。居酒屋会やりますか、ボケなんで。いやいやいや、何言ってるんですか。割とフォロータイプですよ。いや、本当にもう関西の国ツイヤーという。いやいや。あれですよ、マジで。まあね、まあまあ、いろんなアイディアとか、時事ネタガンガン出てくる棟梁さんなんですけど、まあ、次の大きいイベントといえば、やっぱり来年のゲームマーケット大阪。そうですね。ようやった地元ですよね。もう実は2ヶ月というか3ヶ月ほどしかないという。そうですよ。しかも今回は1次募集、2次募集があって、1次募集で締め切りなんてやったんですよね。で、結構それで落とされたというか、ギャーって言ってる人、ツイッターで何人か見たんで、はい。前回も確か1次募集で終わったんですけどな。あ、そうなんですか。確かにそうだと思います。うん、前回も。箱がでかくなったにもかかわらずですからね。うん、いや、それだけ人数が多いということなんですけど。まあ、次回作の、まあ、なんとなく構想というか、大体こんなん出したいなっていうのはあるんですか？だからね、俺が決めることじゃないんよ。あ、そうなんですか。うん。なんかね、事件が起こった時にね、そこをせんとあかんからね。もうとにかく自分で決められへんねん。しゃあからね、だから。事件が起こるまで待たないといけない。そうそう、だから次のゲーム何するってよう聞かれんねんけども、俺に聞くなと。あっ、聞けと。あいつ次第やと。あいつ次第か。はい。まあそんな感じですね。なんかこう、じっくり腰を据えたゲームもやりたいみたいなこと、ツイッターで、つぶやってませんでした。そんなこと言ってたっけ？言ってましたよ。いや、個人的にはやっぱエイジオブクラフトのことがあるんで、やっぱりちょっとね、腰を据えた、ああいう、まあテーマもいいじゃないですか、言うたら。なんやろ、中世というか、古い、ちょっとね、ヨーロッパというか、あっちの方の、ああいう感じの雰囲気で、やっぱ麦畑とか出てったら、やっぱ僕ら心ときめきますもん。鉱山とか。たまんないでしょ。ね。ねえ。いや、だからね、そういう事件が起こったらすぐ作れない。いや、麦畑が。なかなか麦畑が。いや、あれか、今、マッサンとかやってるから、それに絡めてやるか。麦の歌。麦の歌。麦はときめやすい。あれほど、なんか、ツイッターで話題になったので、なんか主婦が、一企業に訴えを起こされて、言ってやってる、スラック問題、なんか。わかんないです。そうなんですか？ごめん、わかんない。わかんないですか？なんかツイッター上で、TL 上でよく見ますよ。なんか前、一時流してました。リツイートで。あの人、なんか、お話ししてるのなんかで。ちょっと怪しいの流してますよね、なんか自分で。なんか付き合いあるらしくて。マジですか？ああ、もう P です。P です、もう。今、ほんまに P やな。俺もう、今、そこそこ喋れなかったんだよ。ほんまに P やな。これはアタック公開大変やぞ。マジ大変やぞ。まあいいや、もう。いや、でもね。じゃあからね、サムラもね、再販してくれとかいう話いろいろ来てるもんね。まあ、あれなんかヤフオクで割と高値で取引されてたりするんですよね。なんかそうらしいから、だからそれ言われたら、だから、もう一回耳の聞こえない作曲家が出てくれればね。出ねえよ。出ねえよ。再販できるんだけどね、残念だね。名前書いて出したいんじゃないですか。あれゲームとしても割と盛り上がるんですけどね。僕、あれ好きですよ。まあ、はい。デタラメに音符を書くっていう心電図みたいなね。あれが面白いんですけども。はい。もう多分あと1年ぐらいしたらチキンダイスかな。ちゃんとしたああ、そうね。綺麗な、小綺麗なパッケージングされたやつが出るんでしょうね。ああ、まあまあ。でも僕、個人的にはやっぱりちょっと重芸というか、重芸から中芸に。本気を見たいなと。まあもちろん他のやつも本気なんでしょうけど、やっぱりちょっとテストプレイ重ねて、これが北条棟梁だぞと。時事ネタばっかりじゃないんだぜ、若そうなもん、それを見たいですね。それは見たい。そんなことまで言われる。いやいやいや。やっぱりそんだけのポテンシャルをやっぱ持ってはる人なんで、そこは、僕一ゲーマーとして普通に、やっぱ気になるところですよね。ね。はい。まあまあね。もう終電の時間もあるんで、あんまり、あれなんで。はい。まあまあ、今日は、まず、ゲスト、
一方目、はい、北条棟梁さんでございました。最後に、まあ、ゲームね、結構いろんな方持ってると思うんですけど、最後に一言メッセージなんかいただければ。メッセージ、そうですね、まあ、そう、はい、まあ、今年もちょっと、はい、もう、少なくなってしまって、来年の、大阪 GM がまた初舞台になると思いますが、皆さん、はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、北条棟梁さんでした。お疲れ様でした。ありがとうございました、本当に。お疲れ様です。